思い出のガンプラキットレビュー集。機動新世紀ガンダム X。100分の1スケール。ガンダムブアサー語。私の相場は凶暴です。ガンダムブアサー語とは、機動新世紀ガンダム X に登場する、フロスト兄弟の兄、シャギア・フロストが狩る新型のガンダムである。第7次宇宙戦争の終結後に、連邦政府再建委員会とやらがなんやかんやして開発した、次世代型ガンダムの一機なのですよ。シルエットや名前の由来も悪魔なら、乗ってるやつも悪魔みたいなやつという、悪魔尽くしのガンダムなのでございます。暗い赤の機体色が、血の色みたいで不気味な印象だったものだけど、凶悪な感じがすんげー受けて、当時の人気は上々だったのでありんすよ。メガソニック砲の発射形態では、通常のガンダムよりも一回り大きいサイズになるんで迫力満点。モードの切り替えが可能な高出力のメガソニック砲と、毎度おなじみ、接近専用のビームサーベルにより遠近問わずに戦える上、フレームが折りたたまれた形状の腕部を展開して伸ばすことにより、先端のストライククローやビームガンでの、トリッキーな攻撃も可能な機体だったのさ。メガソニック砲の真上がコックピットという、いやあんな構造のせいなのか？背中の巨大なバインダーは、メガソニック砲を発射する際に発生する熱を放出するためのラジエータープレート。いわゆる、放熱板の役割もあったりするんだよ。ディジェの放熱板みたいなやつやね。モビルスーツの性能の高さを示す指標として、ジェネレーター出力の高さってのがあるんだけどね。ジェネレーターで発生した熱をどうやって処理しているかってのを、以前は散々議論されてたもんですぜ。水冷式ジェネレーターのゴッグとかね。以前は冷却装置の他に、機体表面を覆う装甲からも放熱するって考えから、放熱板ってもんがついてるモビルスーツもあったもんだけど、小型高性能モビルスーツの時代に入ったら、パイロットが虫や気になるんじゃねえの？みたいな感じの機体ばかりだったんで、議論するやつも減っちまったのでござんすよ。デザイン的には、マスターガンダムやガンダムエピオンなどの、ラスボス的なイメージを継承した機体だよ。ドラゴン、シェンロン、アルトロンで主にが近距離好評だった、腕が伸びる構造も継承した、平成三部作の悪役ガンダムの集大成的な機体だったのですよ。その分ガンダムアシュタロンはサポート目かっぷりが半端なかったものだけど、ゲームの開発スタッフにファンでもいるのか？結構美味しい場面で使われてくれちゃうもんで、20年前に登場した機体ながら、記憶に残ってるガンダムなんだよね。キットの値段は1800円。1996年の発売ですよ。ガンダム X の名キットの一つで、最高傑作と名高いガンダムレオパルドよりも、ギミック的な意味で、こちらを推す人も多い名作キットなのですよ。90年代のキットらしい、ボディパーツの露出などの欠点もあるんだけれど、メリハリの効いたプロポーションと全体のボリュームが交換されて、かなりの人気キットだったのですよ、本当だよ。100分の1スケールのガンダム X シリーズの特徴だった、過剰なモールド処理も、このキットに関しては嫌味なくまとめられていたものなんだい。なんて、俺は思ったんだけどもどうかしらん。100分の1スケールのガンダム X のプラモのモールドを知ってるやつと、知らねえやつでは、印象が随分違うってダチが前に言ってたからね。最近のプラモデルは、パネルラインとかも少なめであっさり風味。若い衆から見れば、なんじゃこやー。なんて言われるレベルのキットかもしれないね。キットの売りとしては、差し替えなしでメガソニック砲の発射形態を再現できるほか、ビームサーベルラックや、分離可能なストライクシューターも付属するんだよ。気になる点は、関節の可動範囲がいまいちな部分がある点だよね、そうだよね。肩は構造上跳ね上げることができないわけでして、アンクルアーマーも別パーツじゃないため、設置性がいまいちなんだよね。足首の可動範囲は、もうちょっと広くしてやりたいところなんでござんすよ。干渉する部位があるんで可動が制限されちゃう部分もあるけれど、腰のロールが可能な上、股関節もそこそこ可動するもんで、ポーズはつけやすかったりした問題。最近では、何でもかんでも細身のプロポーションに仕上がるんで、このまま行くと、ヒーロー体型のガンダムも登場するんじゃないかと、いやあんな感じがするのでげすよ。レオパルドもダイエットに成功してたしね。まあ、かっこいいポーズが取れるんならそんなに動かんでも結構でごわすよ。ゲテモノガンダムの代表格だけに、おっさんモデラーからの支持は高く、品薄なのは相変わらずのキットなんだけど、街の模型店や中古屋とか行くと、たまにだけども普通に置いてあったりするもんで、俺みたいのが見つけるまでは普通に売ってたりするのでござんすよ。やっぱりプラモは足を運んで買わんとね。